ホルストマールは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト郡に属す市である。同州北西部のミュンスター近郊に位置している。この町は2012年7月24日から、公式に、シュタットデア・ブルクマンスヘイヘ・ヘーフェと称している。ホルストマールの地区図、ホルストマールは、ミュンスターラントの一部である、ブルクシュタインフルターラントに位置している。 北に位置する、群長所在地シュタインフルトまでの距離は、約10キロメートル。南のミューンスターまでは、約30キロメートル。北西に位置するオランダとの国境の町グローナウまでも、約30キロメートルである。ホルストマール市は、西から時計回りに、シェッピンゲン、メテレン、群長所在地シュタインフルト、ラール、ローゼンダールと境を接している。ホルストマールには、 1969年まで独立していたレール地区が含まれる。現在のホルストマール市区には農場集落、アルスト、ハルテルン、ニーデルン、オステンドルフ、シャゲルンが含まれる。9世紀にホルストマール城が建設され、11世紀初めにはベルデン修道院が土地台帳に初めて記録されている。ホルストマール市は城塞の南に建設された。 おそらくホルテ家の暴流にあたるホルストマール家は、1092年にカッペンベルク博の風神として、初めて記録されている。ホルストマール家の中では、十字軍のキシベルンハルトデアグーテが知られている。そのおいで、後継者のオットフォン・ホルストマールは、アーデル・ハイト・フォガーハウスとの結婚により、アーハウスの領主権を獲得した。 しかしそのシゴアーハウスの領主権は再びホルストマールから分離され息子のベルンハルトのものとなり一方ホルストマールは1251年に娘のベアトリクスが相続した彼女はリートベルク博フリードリヒと結婚したリートベルク博は争ったもののミュンスター司教の霊園領主権を認めざるを得ず1269年にホルストマールの領主権と白は ミュンスター司教領に売却された。これにより、ホルストマールの領主権は、司教領政府のアムトホルストマールに改変された。ホルストマール城は16世紀になるまで、ミュンスター司教のお気に入りの館であった。この城は、15世紀以降は、シュタインフルトハクに対する国境の要塞に、強化されていた。この町には、都市権と自由権が与えられ、16世紀には、 死教の宮廷裁判所がホルストマールに置かれたこともあった。30年戦争でこの城は1635年にヘッセンの司令官カール・フォン・ラーベンハウプとの命令により破壊された。アムト・ホルストマールは1803年の帝国代表社会議主要決議に基づきザル向けの分家のものとなった。この地域は1806年に ベルク大公国に併合されるまでザルム・ホルトマール伯領として独立した養方であった。この地域は1815年にプロイセンの売信領となった。19世紀から20世紀にホルストマールは繊維産業の重要な所在地となったが、その衰退は町に重大な衝撃を与えた。1938年10月1日にキルヒシュピール・ホルストマールが ホルストマール氏に合併した。1969年7月1日にレールがこれに加わった。ホルストマールの市議会は22人の市会議員と市長で構成されている。図柄、地は銀色と青色で格子状に四分割。その上に直立して金の爪を見せ、金の冠を被った赤い獅子が描かれている。 死の印象に4世紀から描かれている死死は、ホルストマール貴族家の紋章に由来し、17世紀からホルストマール氏の紋章動物となっている。レールの印象からは4分割の地が取られている。ホルストマールは1939年からこの紋章を使用している。ホルストマール氏は1991年から2018年まで、オランダのズトフェンの衛星都市であるワルンスベルトと、 姉妹都市関係にあった。ズトヘン市は2018年に緊縮財政措置の一環としてこの関係を解消することを発表した。聖、ゲルトルート協会本市の歴史的な中核支部はほぼ正方形で8つのブロックマンス方府に囲まれていた。このうち、ミュンスター方府、メルフェルター方府、ボルヒホルスター方府、前ンデンの4つが残されている。 バルケン法フは地下階だけが残されている。白里の館の建設は11世紀にまで遡る。いずれの館も何度も改修がなされ、現存する、最も古いものは16世紀に建造された。都市としての自信の現れが、聖、ゲルトルート教会と1571年建造の旧市庁舎である。市庁舎は、荒井市の壁の上にレンガ造りの建物が載っている。 1963年の市政改革後この建物は徹底的に改修がなされ、現在は会議場及び結婚式場として利用されている。市の郊外には1217年に最初の記録が残るショルレマイコールアルスト家の館であるハウスアルストがある。保護文化財に指定されている聖アントニウス修道院、礼拝堂も見応えがある。 シュミッツカー AG ・ミュンスターラントの繊維産業の構造変化は、ホルストマールは当時ヨーロッパ最大の靴下メーカーであったシュルテディークホフの本社所在地として直接関係していたが、その経済にほとんど影響なく存続した。当時の製造所や倉庫は現在様々な用途に転用された。例えば、シュミッツカー AG は管理棟を取得し、 そこに立派な企業センターを設立した。本市は、領区にそれぞれ商工業地区を有しており、その面積は合わせて約27ヘクタールである。ホルストマールには、以下の有名企業が存在する。ホルストマールは、修道 L579 号線経由で、オランダ国境のクローナウとビースバーデンとを結ぶ、連邦道 B54 号線に接続する。さらに、 北海沿岸地方とルール地方とを結ぶアウトバーン A31 号線や A1 号線にも通じている。北に位置する群庁所在地のシュタインフルトへは修道 L580 号線を用いれば車で約10分で到着できる。東のミュンスター・オスナブリュック空港は約 35km 離れており車で40分ほどである。ホルストマールは自転車道 百条ルートや歴史的中核式自転車道を沿いに位置する。ホルストマールではバス路線570及び R81 が公共旅客近郊交通を担っている。両路線とも日中は1時間おきに運行されており、ラッシュ時には便数が多い。週末には夜行バス N6 が運行される。ありがとうございます。